で使ってるんで羨ましいなと思うよ。あのあれって本当にあの麻酔の、ま、麻酔にも使えるし、あとはその転換とかいろんなね、秘めてると。もともとね昔はね普通だったんだよね。どうして禁止したかというとそういうこと、まあ言わんけどな。YouTube も言論統制しちゃいかんよね。あの言いたいことが言えない、こんな世の中はじゃないけどその通りなんだよね。 SNS もそうだったけどな。言論統制するってそれ憲法違反じゃないと思うけどね。世の中で結構憲法結構知ってるのにやらないんだよね。基本的人権の尊重と知る権利と生きる権利で全部ですね、いや行使したことがない。メディアも本当のことを教えなかったし、政府も知る権利を行使しても全然あれじゃない。真っ黒い書類だったしね昔からね。だから日本って結構おかしいんだなと思うけどね。その憲法ってあって生きる権利知る権利基本的人権の尊重だけど行使したことがないんだよね。おかしくないかと思ってるけどね。よく真っ黒い書類とかは提出するじゃない。不思議にならないんだよね。それでの分かり取ってんのに昭和からおかしかったのかな、明治がおかしかったのか知らんけどね。いまだに真っ黒い調理出すじゃんね、字待ちがまずいことになるとね。だけどそれにぶら下がってるみんなも悪いんだよっていうことは分かっている。なんかいまだにみんな選挙言ってるけど、こんな世の中でなんで選挙なんだと思うよね。ゼロからやり直した方がいいんじゃないな、ね、思うけどね。よくみんなこんな壊れた世の中で選挙言ってよくわからないでね、私にとってはね。まあ外に行っても道路見てもね変だしね。自分で道路見に行ってチェックしたらねわかるよ。ゲームしてるからよくわかる。なんか道路の作りも変だなーって思ってるしね。道路がこううねぐねしてるんだけど、なんかカーブの先にどうして議員の看板があるのかなって思う、ね、よくねネットとかどこでも出してきたことなんだけどね。あと3分ぐらいで一旦終わろうかな。まあこれはブログみたいな、だから一人漫談みたいなんだ、まあ話すことって言ったらもう吐き出してるわけの話だね。そんな感じ。まあ、言いたいことを吐き出してるだけなんですよね。本当にね、人気ないからね、私とかね。人気ある人はすごいよね。もうつけたらすぐ閲覧が増えたりね。こう、誰かがこう、アクション取ってくれたりとかにあるんだけど、私よね。さっき配信の人であんなにいっぱい食べてる人だったけど、あれ体に悪いよなと思ってコメントしたことあるけど、なんてこう大食いで閲覧増やそうとしてるのよくわからん。あの大食いでね閲覧増やしても病気になるよね思うんだけど、なんかさっきやってる人いたんで他のアプリだけど、なんであんな大食いしてるのと思ったよね。あれで閲覧とっても使う病気になるんじゃないと思ってたけどね。まあコメントはしたんだけど、昨日もだったけどね、病気になるよって言ってた、ね、そんな食べたら。なんか大食いで企画してなんか人気出ようと出そうとしてるけど違うんだよね。病気になるよなと思ったね。体はやっぱりいろんなものでできてるから、その無理するとね体が異常起こすの。やっぱりもうこれ以上食べれませんっていうね。なんか自分的にいくらでも食べれるような感覚で持ってる方いらっしゃるけども、違うんだよ、体は生き物ですよ。